皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ、ルンルルンルルンのルン。どうしたのよ、魔理沙。わかりやすいほどのウキウキモード全開ね。聞いてくれる？銀河系の中心部にある謎の天体の正体が解明されたんだそうだよ。銀河系に謎の天体なんてあったのね。なんて名前の星なの？その名も G だぜ。今日は、謎の天体 G の説明をしていくよ。それではゆっくりしてってね。それで、G って何の略なの？ゴールドの G？ ゴッドの G？ G オブジェクトの G だ。オブジェクト？星じゃなくて？それが奇妙なんだよな。地球や太陽のような星でもなく、かといってガスがまとまってできたガス雲のようでもないらしいんだ。へえ、なにそれ？アメリカ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の天文学者、アンナ・サーロ氏によれば、ガスや塵に囲まれた星状の物体、膨らんだ星のようなものってことらしいんだが。ようなものって、随分曖昧なのね。そもそも、この G オブジェクトというのが初めて発見されたのは2004年なのだが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアンドレア・ゲズ氏率いる研究チームによって、銀河系の中心部になんとも変わった性質の天体が発見され、G1 と名付けられたんだ。その後2012年になって、別のドイツの研究チームが新たに G2 という G オブジェクトを発見したんだよ。まだ10年くらい前の話じゃない。割と最近ね。アンナ・サーロ氏らの研究チームは、それからまたハワイのケック天文台にある撮像分光装置オシリスの観測データを、なんと12年分も調査したところ、2018年になって今度はさらに4つの G オブジェクトを天の川銀河の真ん中あたりに発見したそうなんだ。ってことは、そいつらは G3、G4、G5、G6 ってことになるのかしら？その通り。この新たに見つかった4つの天体ともつかない物体は、G1 や G2 にとてもよく似た不思議な物体だったんだそうだ。どいつもこいつも正体不明なの？それが、最初に発見された G1 と G2 はもともとガスが密集したものだろうと考えられていたんだよな。もしこれらがガス雲だったら、ブラックホールに近づけば粉々にばらまかれてしまうだろうと考えられていたのだが、なんとそれが予想外の展開をしたんだぜ。銀河系にブラックホールがあるんだっけ？銀河系の中心部には、超大質量のブラックホールと言われるイテザエスターがあると言われているんだよね。しかもこいつはなんと、太陽の約430万倍もの質量を持つとてつもなく巨大なブラックホールらしいよ。そうなの？そんな大きなブラックホールに近づいたら、ガス雲なんてスーッと一発で引き込まれちゃうでしょ？普通はそう思うよな。え、違ったの？そうなんだ。この G1 と G2 イテザエスターのごく近隣に位置するにもかかわらず、バラバラにもならずに丸い形を保っているんだそうだよ。へえ、じゃあそれ、ガスじゃないかもしれないわね。てか、光をも吸い込むはずのブラックホールをかわす天体って何者よ？だからこそ G は謎が深いって言われてるんだぜ。じゃあ仮に、ブラックホールの重力にも負けない天体があったとすると、どんな天体なら存在可能なのかしら？それはこの G オブジェクトの面白い特性が説明してくれそうだな。G オブジェクトがブラックホールに近づいたとき、重力に負ける負けないのレベルでは語れない面白い反応をしたんだぜ。それはどんな反応なの？ビヨンと伸びて、ポヨンと戻ったんだよ。は？よくわかんないんだけど。2014年のことだ。G 天体の一つである G2 の軌道がイテザエに最も近づいた時があったのだが、その時 G2 のやつは、イテザエスターの強力な超積力に引っ張られてビヨヨヨーンって引き伸ばされてたらしいんだぜ。えへえ、またそんなこと。いや、本当なんだってば。星が伸びるわけないでしょ。だから面白いんだ。その餅のように長く伸びた G 天体を見た人は、誰もがもうそのままブラックホールに消えていくものだと思ったそうだよ。そりゃそう思うわよね。しかし、G2 はそんな姿になりながらもイテザエスターのそばをすり抜けてしまったんだ。しかも、現在は何事もなかったかのように、元通りの天体の形に戻っているらしいよ。そんなんでブラックホールに吸い込まれずに持ちこたえちゃったの？ちょうど柔らかいゴムボールや風船のように、自分の周りの重力に合わせて体の形を変えてやり過ごしたんだな。忍者なの？観測データによると、不思議なことに G2 を構成するガスや塵のうち、ガスの方はブラックホールに引き伸ばされて形を大きく変えていたくせに、塵の方はガスほどは引き伸ばされなかったらしいんだ。霊夢、これが何を意味するかわかる？全然。ちょっとくらいは考えるふりでもしようよ。だって考えてもわからないもの。まあその通りだけど。つまり、G2 は一見単純なガス雲のように見えるが、実はそうじゃなかったってことになるんだよ。結局そういうことなのね。研究者たちは、これまでに見つかった6つの G オブジェクトはガス雲なんかじゃなくて、連星が合体してできた恒星が隠れているんじゃないかとまで言っているんだよ。なんで恒星なのよ？あ、言ってなかったけど、この G オブジェクトたちは、イテザエスターの周りを約100年から1000年ほどの周期をかけて公転してるんだよ。なんとブラックホールの周りを回ってるの。そうなんだ。あたかも自分は決して飲み込まれないと知っているかのようだよな。余裕しゃくしゃくね。やっぱり忍者に違いないわ。
自由自在に形を変えるなんて確かに忍者っぽいけど、サーロ氏に言わせると、何かが G オブジェクトをコンパクトなサイズに保っているってことらしいよ。その何かが何なのかってところが問題なんでしょ？そうなんだよな。そこが一番気になるところなのに。でも実は、その何かが最近になって解明されているんだよ。そうなの？そこもったいぶらないで早く教えなさいよ。約20年もの間解き明かされない謎とされてきたこの G 天体の正体なのだが、ごくごく最近、2021年12月にドイツはケルン大学の研究発表で明らかになったんだぜ。そうだったのね。一体それは何だったの？その正体とは？正体とは？三つ子の構成です。まさかの三つ子を。今日も良いリアクションありがとう。だって、構成かもとは言ってたけど、三つ子とは聞いてないわよ。ケルン大学の天体物理学者フロリアン・ペイスカー氏が率いる研究チームが、G2 について超大型望遠鏡のシンフォニー機器で行われた過去12年分の観測データをもとに分析したところ、G2 が約100万年前に生まれたばかりだろうと推測される3つの星を抱きかかえてることが分かったんだ。まさに三つ子の赤ちゃんね。約100万年って星にとっては非常に若いことになるからね。だからその星たちが誕生した時にあったガスや塵にまだ取り囲まれたままだとしてもおかしくないんだよな。産毛みたいなものなのかしら？全く違う。聞き流してくれて良いわよ。それで、もしこの発見が正しければ、この3つの星はいて座 A の周りで発見されたどの星よりも若いことになるはずだとペイスカー氏は言っているんだが。でも、その星が若いこととブラックホールに引き込まれないことと何の関係があるの？つまり、誕生から間もない赤ちゃん星だったからこそガスや塵に覆われていて、ガスや塵に覆われていたからこそブラックホールの重力に星ごと引っ張り込まれず、ビヨヨーンって伸びて持ちこたえることができたっていう推測が成り立つんだよ。ああ、そういうことね。もしも普通の天体だったら、有無を言わさずブラックホールに飲み込まれてたかもしれないからね。それに、G2 はいて座 A スターのそばにありながらもその天体温度を高く維持しているのも、内側に若い星があったからと考えると納得がいくんだよな。若さの勝利ね。ただ、一つだけ懸念点があって。なんなのよ。いて座 A スターの周りの環境っていうのは、星形成を促すような環境とは考えられにくいそうなんだ。そんなこと言ったら話は振り出しに戻っちゃうんですけど？そうなんだよ。だからこそ、G2 や他の G オブジェクトがどこからどうやって発生したのかを探るためにはさらなる研究が必要とされると、ペイスカー氏も語っているんだ。でも、もし G2 だけじゃなくて、他の G2 とか G3 や G4 も同じように内側に赤ちゃん星をいっぱい抱えてたら、そのうちその子たちが大きく育って銀河系の中心部がカオスになんない？ああ、それな。何？確かに、他の G オブジェクトたちも同じ塵やガスで形成されているから、もしかしたらそれもあり得るかもだ。天の川銀河の中心でベビーブームになるわよ。実は、銀河系の中心部にはすでに S クラスターとして知られる若めの星たちが集まる集団があるんだぜ。そんなのあったんだ。ペイスカー氏のチームのモデルによると、G2 の星はこのクラスターに属する可能性があるとも言われているんだよ。そうなの？じゃあ、みんな同じような環境で生まれた可能性もあるわね。その通り同じ条件の下で発生し、その後でバラバラになって独自の軌道を形成した可能性もあるってわけだ。わあ、それってまるで、大きな海で小さな魚の卵が一斉にカエルみたいな感じじゃない？例えが突然すぎて全然伝わらないのだが。なんでよ。霊夢の感性は独特なんだよ。それ、褒めてるわよね。そしてどこまでもポジティブ。ポジティブ上等じゃないのよ。何が悪いのよ。いや、悪くないよ。とにかく、こうして G 天体が出来上がってきていたとすると、将来的には他の S 恒星たちと同じ分類になるかもしれないな。何百万年、何億年とかけて銀河系が新たな広がりを見せるかもしれないのね。究極のロマンだよな。そうね。というわけで、今日は銀河系の中心を泳ぐ謎の天体 G について解説してきたぜ。ガスのベールに包まれた赤ちゃん恒星たちだったなんて、なんだか宇宙は本当に生き物みたいね。確かにそうだな。赤ちゃん星たちの成長をこの目で見届けたくなってきちゃうな。でも、それには何億年もかかるかもしれないのよね。見届けることは不可能なようですな。そのようですね。でも今回これで銀河系の中心部に潜む小さな謎が一つ解明されたわけだから。そうね。今後の研究にもまた期待がかかるわね。そうだね。それでは今日はこの辺で。またゆっくりしに来てね。